よかったっすね。なんかそのみんなに見られてる感じが、なんかその実際にアフレコした現場とまた違う緊張感で読めたので、なんかそれも含めて最初言った通りめちゃめちゃ楽しめました。あとちょっとパーフェクトいただけたので良かったです。本当にまさにパーフェクトでした。危ないところでした。普通に感動しましたよね。やっぱりその耳からあのドラえもんとかのび太くんとかが会話してる中で、僕がソーニャとして声で演じるっていう、このなんという今までにないくらいの贅沢な時間で、なんかより高めてくださいました、僕の気分を。なんかやっぱちょっと硬かったりもするんですけど、最初緊張しちゃって、でもそれを全部その耳の中で語りかけてくれる、話しかけてくれるドラえもんたちのキャラクターたちが、優しくなんか包んでくれた感じがしましたね、声が。